はい、どうもグッチャンネルのグッチです。ということで今日はね、ラケット紹介、まあ、僕のこれを紹介しようと思います。まあこれあのグラビタス 9.0 なんですけど、ただのグラビタス 9.0 クリス・ラングリッチモデルではなく、これグラビタス 9.0 SXGC なんですよ。まあここお見せしますとですね、見える、ちょっと見づらいかもしんない、こう僕限定のラケットをゴーセンさんが作ってくれて、クリス・ラングリッチのラケットってここにフレームの左側にサインが入ってるんですよ。でそれもですね、はい、あーちょっとピントが合わんかもしれんけど、これ僕のサインが入ってるんですよ。っていう感じで完璧僕仕様にゴーセンさんが作ってくれました。いや、ありがたいですね、本当に。僕、ちょっと憧れだったんですよ。YouTube を始めてここまで行くと思わなかったんで、正直ビビってます。自分がこんなものを、こんな大それたものをもらっていいのかなと思いつつ、なんかこれ実際販売できたらなっていうのも含めて、なんかコメントでね、なんか、グッチャンネルモデルだけど作ってくださいなんか言われたら、僕もゴーセンさんと協力してちょっと作ってみたいなと思ってるんで、そこら辺をねちょっとゴーセンさんと協力しつつやっていこうと思うんで、ぜひともねこのコメント欄にグッチャンネルモデル、この 9.0 じゃなくてもいいから作ってよってあれば、ぜひコメントしてみて、ちょっと僕はそれをね、皆さんの要望がもし強ければそれに応えさせていただくように、このラケットのモデルなのか違うラケットで作るのか、はたまた僕と合成さんの協力で新しいラケットを作るか、それはちょっとね、まだまだ何とも言えないところですけど、実際にやっていこうかなと思うんで、まあ、合成さん本当にすごい僕に協力的で、本当にそういうの全部やってくれるんですごい助かってるんですけど、まあ、本当に僕がずっと好んでたカラーリングにしてくれて、ブラックピンク本当にかっこよくないですか。ウェアとかでもそんなんあったら着たいですからね、僕。そうてな感じで、僕このグッチャンネルモデル、グッチャンネルのラケットとかもまた販売して、まあ、実際にねたくさん売れたら、僕はそれはそれでね、やっぱみんな、あ、グッチのラケットだから買おうって言って買ってくれるんだったら、それはすごい嬉しいしね、実際にまあどうなるか、まあその時のね売り上げ次第ですけど、そうなってくれたらやっぱ僕のファンの方がたくさんいるんだなっていう自信にもなるんで、まあね、せっかく登録者3万人もいるんで、まあ、300人くらい 1% でも買ってくれたら、それは僕にとっての大成功になるんじゃないかなっていうのが僕の中で、まあ、達成される気持ちではあるんで、実際にね僕がもし販売、ラケット販売ってなった時に、その僕モデルのラケットを持ってる人がいたら、ちょっとね、まあなんか握手じゃないけど一緒にまあね、そのなんか動画に映ってくれたりもそうですし、実際に一緒に打てたらな、そんな子がいたらいいなと思いますね。まあ、実際僕このグラビタスとても気に入ってるんで、まあグングリンもとてもいいんですけど、ちょっとグラビタス系統でちょっとラケット作ってみたいなとは思ってるので、ちょっとねそこをまたゴーセンさんと協力してやっていこうと思います。まあ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 、まだね全然あれですよ、スタート地点にも立ってないですよ、全然。まだベンチに座ってるくらいで、まだアップも始めてない状態なんで、まあ今ね、なかなか動ける状態ではないので、今すぐできるかどうかって言ったらまだノーですけども、まあ、絶対じっくりじっくりやってって、まあ僕のモデルが出せたらいいなっていうところで、頑張っていこうと思うので、これからもぜひともグッチャンネルよろしくお願いいたします。ラケットの性能についてはこれ別に語ることない、本当に、グラビタス 9.0 SX クリス・ラングリッチモデルのまんまです。本当に打ちやすい、とても僕の使いやすいラケットですね。ということで今回のサブチャンネルは以上になります。また次回のサブチャンネルでお会いいたしましょう。バイバイ。